竹、行く。空大竹も泣くわいや。どんでんはようわからんわ。打てる助っ人獲得してくんないかな。まあ、ハムロッテと続くから順位落ちるのは規定路線やろかい相手に取り返せるかが大事や。俺はまともな打者おらんから唯一の日本代表宮城は脇腹故障。パリーグが全勝しそうやな。今日じゃあまあいいわ。またアリエルに打たれる。木浪を優遇起用する意味がわからん。大山はまだ仕方ない部分あるけど、木浪だけハマジでわからん。ノイジーにエセスとアリ丸交換してくれ。テルノイジー下げの次は大山やろね。どうせ下さなあかんレベルなんやしはよ。決断しろよ。大竹パリーグには通用せんのか。これだけみんなおてんのにテルちゃんだけ落とされてかわいそう。まず坂本に代打打算のおかしい。まあノイジー佐藤いないんだからそりゃチームは落ちていくよ。去年はこの2人でなんやかんや150打点ぐらい上げとるからな。村上、梅野さんと組みたいな。大竹、もう坂本のオナニーリードにはついていけないよ。ノイジーから前川にしても無理やし、前川からノイジーにしても無理やから、どんでんもお手上げやで。ほんま SB ハムロッテにはスイープされそやね。折も危ない。ご視聴ありがとうございました。